量遅すぎだろ。急げバリー。分かってるって。俺たちは今ブライトフォールズの街を出ようとしてるって言ってくれ。アンダーソン農場へ行く。そうじゃないかと思ってたさ。いいか、この会社はめちゃくちゃでかいぞ。こいつが片付いたら金輪際暗闇とは関わらないからな。日焼けマシンを買ってもらうぜ。一生そこに住んでやる。確かにお前はイカれてる。マジで。だがおそらくこんなイカれた状況に立ち向かうにはそれが不可欠なんだ。これは現実なんだぞ。
アリスをさらったのは奴らじゃない。彼女は湖の底で闇に囚われている。そしてまだ生きている。でもなんでわかる。わかるんだよバリー。アラン聞いてくれ。俺はアリスを見つけ取り戻す。ここにはあの湖には特別な力がある。アーティストの想像力に感応して現実にしてしまう力だ。だが今は得体の知れない闇の存在が全てをねじ曲げている。全てはそいつのせいで、そいつが俺の原稿を利用しているんだ。あら、分かったよ。全員もアンダーソン兄弟もそいつに利用された。分かったって。こいつは妄想なんかじゃない。現実にヤバいことが起きてる。俺も乗ったよ。やるっきゃねえ。アンダーソン兄弟は気づいていたが、薬漬けでとても説明できる状態じゃなかった。でも農場のどこかにメッセージを残してくれていた。そいつを探すんだ。危ない。あ、銃をなくしたようだ。バリーの姿も見えなかった。死にかけてるじゃん。久しぶりに回復する。銃もない。何にもない。なんだこれ。バリー、バリー。ああ、無事だったんだな。安心したよ。どこにいる。こっちは車から出ようとして落っこっちまったんだ。入ったね。大丈夫。パネルは無傷だぜ。そんなもんはいい。怪我はないか。茂みに落ちたからかすり傷一つないさ。でもお前が降りてくるのは到底無理だぜ。うわ、あら、何かいるぞ。バリ、奴らだ。発煙筒を使え。よっしゃ。バリ、大丈夫か。大丈夫さ。最高だね。ニューヨーカーをなめるなってんだ。農場で合流しようぜ。先に行ってるからな。バリ、そこで待ってろ。あら、ここはヤバそうだ。先に農場へ行って安全を確保しとくよ。後で会おう。心配すんな、任せとけって。乱暴気取りか。急いで合流しないとバリーが心配だった。乱暴気取りって。チェックポン。武器がないか。敵は出ない。ソン農場で車を止め、ウォルターはようやく安堵した。もう少しだ。アンダーソン兄弟の密造酒をいただこう。だがその時ポーチに人影が見えた。やつだ。無駄と知りつつウォルターは再び必死で車を走らせた。涙で前方が見えなくなるまで自分が泣いていることにも気づかずに。
当時に人がやつ何泣いてんだ。そっちか。今度そっちか。やばいやばい。ほらほらこれな。よし消えた。ナイス。消えない。
前じゃんか。くそ、やばいやばい、うわ死ぬ、うらい、どうした、消えた消えた、よし、来い来い、来た来たけど、来たけど大丈夫か、待つか、おお来た、するにはライトが必要だった。ライト、ライト。これは。は？は？して。使う。ナイチンゲール捜査官は意識のない小説家をじっと見つめた。俺の苦悩も知らず、こいつはノーノーと眠っていやがる。彼はウェイクの頭に銃口を押し付けた。殺してやる。手が震え、喉が渇き、息が詰まる。歯を食いしばりもう一度引き金を引こうとしたが無理だった。ウェイクが身白いだ。ナイチンゲールは逮捕で妥協するしかなかった。前方の森に気配を感じた。武器なしでは危険だったが、他に選択肢はなかった。フラッシュライトがあるじゃないか。武器なしだ、マジ。
前方の森に気配を感じた。武器なしでは危険だったが、他に選択肢はなかった。分かったよ。あれはトラップ、トラップだ。あんなの回せるわけない。DHA で健康に。なんて言ってんの DHA で、うん、あそこだ。本当のゴールはあそこだ。農場とはまるで違う方向へと向かっていた。バリーか。バリーに違いない。後先考えず無謀な賭けに出たのだ。何の賭けだ。助けに来てくれ。人がいた気配が。大型見つかえた。車は前方のキャビンに向かっていた。あれがバリーなら間もなく合流できそうだった。だった場所、適切なタイミングで原稿を届けよう。君に物語を伝えるためだ。その光には見覚えがあった。夢で見た彼は宇宙飛行士かダイバーのような妙なスーツを着ていた。俺の行く先々に原稿を置いていたのは彼だったのだ。分からん。闇の存在は原稿に書かれた物語に沿って次第に力を増しながら次々と世界を破壊の嵐に巻き込んでいった。だが今はまだ物語の筋書きから逃れられない。結末が書き込まれるとき闇はついに暗い深淵から解き放たれるのだ。しかし。
狂う嵐の中、アンダーソン兄弟は他の患者たちと共にふらつきながらクリニックを後にした。もう二度とここへは戻らない。辺りは闇に包まれていたが、トールとオーディンは恐れなかった。抜け道は知り尽くしているし、すでにその手は血で染まっている。闇との戦いは慣れたものだった。そうか、銃が手に入った。これで農場までたどり着ける。これで敵が出てくる。逆に言えば